今回は顔周りの縮毛矯正とパッツンボブのカットとカラーをしていきたいと思います。ビフォアの状態、こちらくせ毛の状態になります。ネープをアイロン入れてダッカールで留めます。表面も同様にアイロン入れていきます。スタイリングの時にアイロン入れるというのが基本条件となります。長さをお客様とディスカッションして、ある程度シザーで決めて、それからバリカンで長さをカットします。中をちょっと短くなるような感じでバリカンを入れてるんですが、こちらあの中がちょっと短い角度で入れてるんですね。でコームを使わない方が自然な仕上がりなので、コームは使いません。その後にネープの毛のクリップを留めたやつを外して、表面の毛を押さえつけることによって中の毛が出てくるので、それで中の毛をカットします。ここはリフトしながら R2 セニングというぼかしながらカットするセニングを使いながらカットしていきます。リフトすることによって、丸く切ることと、あと縦と横がいっぺんにつながる効果があります。長さを確認してもらいます。で前髪は少しカールをつけたいっていうことなので、ツイストバンドと R ピニングをしました。でシャンプーをして、もう一度、シャンプー上がってきたら巻いた状態ですね。で巻いて、ちょっと前髪を乾かすのがポイントです。完全には乾かないので少し乾かします。それで、内巻きを記憶させますね。で、上下に振りながら水分を飛ばしながらアイロンを入っていきます。アイロンも180度で入ってます。薬はですね、酸性の薬になります。今度はあの縦に入れてますね、アイロンを、はい。前髪を外して、R が入るような感じで少し、カーブをつけてアイロンを入れていきます。この時に根元をしっかり伸ばしてください。根元の癖をしっかり伸ばすのがポイントです。一材の塗布した時に R を記憶させているので、ここで、さらに R を入れたアイロンをすると、少しこのような感じでくるっと前髪が乾かすだけでなります。カラーは、アッシュブラックですね、はい。結構ガラッとイメージ変わったと思うんですが、乾かすだけでこのような前髪になります。前髪がちょっと前髪のベースを残しながら中間を間引いていくと、束感がある軽めの前髪が作れます。襟足の出た毛を調節して、こちらでフィニッシュです。確認してもらいます。アフターはこのような感じで、パッツンボブになってます。ガラッとイメージが変わったと思います。このような感じで前髪も自然に丸くカールがつきます。